こんにちは、ピカですけどね、グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日何をするかというと、いよいよねこちらの車やっていきたいと思います。 GT300 を走るスバル BRZ ですね。これをやっていきたいと思います。かっこええなぁ。私とスバルの出会いはね、3代目の車かながスバルだったんですよね。スバルのレガシー RSR っていうのにね乗ってたんですよね。たまたま中古で安く出てたやつをなんとかね頑張って買って、その後かな、それ乗ってる時かな、 WRC でスバルが初優勝するということがあってね、そのレガシーで、それ以来のもうずっとねファンですよ。もう本当に実家みたいなもんでね、スバルはね。もうずっと前からかな、このスバルのねライブ配信でね応援してます。ということで今日もねレースがあって見てて、やっぱりねスバル結構ね重り積まれてるじゃん。今回で89キロかな。この89キロの重りってさ、どのくらい変わんのっていうのをさ、ちょっとなんか体験してみたいかなっていうね。わかんないじゃん、みんなこれでセット出すとどのくらい大変なのかなっていうのを、車重がね車に及ぼす影響っていうのもね含めてちょっとやっていきたいなと思います。それではやっていくぜ。どこがあんだっけ、オートポリス。次回のオートポリス走れねえんだけど、オートポリスでやる。オートポリス走れるかなこれ。マジでオートポリスちょっと走ってみないっす。オートポリスはちょっとすいません、勘弁してください。オートポリス走れないから、これやっぱオートポリスでやんなきゃダメかな。いや正直オートポリスって俺走ったことないんだよね、全くわからん。九州行ったことがない。いや行ったことある、出張でめっちゃ行った。はい、じゃあね筑波でやっていきたいと思います。いやオートポリスで、まあちょっとわかんないよね、ちょっと長いからさ、ちょっと尺の関係とかもあって、ちょっと筑波で重さどうなのっていうのをねやってみよう。はい、カーセッティングでまずはウェイトね、ウェイトどれ、これウェイト、はい、最大ね200キロまで積めます。もう GTR に200キロぐらい積んだ方がいいんじゃないかっていうね。いや何言ってんだ俺、スバル派の発言が出てしまった。思わず早いよね GTR ということで、まあ、まずはね0キロから行ってみよう。そしてバラストね200キロまで積んでどうなるかっていうのまで今日やっていくぞ。まずちょっとノーマルどんな感じなのか、これ全くあんま乗ったことないからね。はい、それではねまずはちょっと軽くね乗っていこう。どんな感じなんだろう。めちゃくちゃ安定してる。おー曲がんない。フレッパッドがなんか滑ってく感じだな。かっこいいこの車、もうめっちゃ曲がってくる。ブレーキの向きが変わんない、ブレーキバランス前より。止まっちゃうな車が。難しいっす。すごいバランスいいね。あーここはほら、一周だけ行きたい。いいね、ちょっと曲がんない感じ。ここキャンバーかな、フロントキャンバーだな。ちょっとフロントキャンバーがトーかな、トーアウト。ああここが両方だ。全然いける。ここもなんかこの辺初期がだるい、奥もだるい。あアクセロンからはいい。55秒5、あ惜しい。55565
はい、じゃあちょっとセッティングしよう。じゃあまず何やろっか。そうやな、まあリアのフロントのトーアウト、あ結構ついてんだな。フロントキャンバーは全然つけていい、4度。トーアウトも、まあ、ちょっとつけようでね。減速側がちょっとね、もっとめっちゃ柔らかくていい、すげえ硬い。レスポンスはまあ悪くないな、悪くないと思う。なんか変わったねちょっとね。でフロントのダウンホースがちょっと足りない、とにかくフロントが足りない両方いっぱいいっぱいか。まあしゃあないなこれでな。あとなんだっけ、デフト、フロントと、あと気になるところ、フロントの車高ちょっと高いかな。リアの車高ちょっと上げるか。いやそうするとトラクションかかんなくなっちゃうと怖いな。あとブレーキだな、ブレーキ何も変えられないんか。ブレーキバランスコントローラー、あ前後バランス、えどうだっけこれ。解説を読む、後ろに行きたい場合はプラスですね、ちょっと後ろより。はい、じゃあね、今ねちょっとセットしていきました。結果ちょっとお知らせしますわ。アンチロールバーを減らす、まあね、ロールさせた方がいいような感じがするからね。でダンパー縮み側ちょっとねフロント減らしましたね。あとやっぱキャンバーもトーもね減らさない方がいい。でデフのイニシャルを上げて利き側も逆に強めた方が曲がってくる感じがした。これね2パターンあるんだよね、どっちがデフ緩めた方が回ってくる場合もあれば強めた方が回ってくる場合もある。何なんだろうね、こう角度っていうか滑り具合なのかな。はい、そんな感じでね、じゃあちょっとねタイムアタックしていきたいと思います。さあセット変えてどうなったかやってみよう。デフが効いたかな。まだいける。どうや、よし4秒台入った。じゃあねこの状態でね重りを積んでやってみたいと思います。タイムが54秒出たんで、さあ次だな、バラスト積んでどうなるかやってみよう。まずは89キロっていう重さがねどんなもんなのかっていうね体験してみたいと思います。はい、じゃあ GT300 マシン、実際のスバル BRZ が積んでる重さが体験していこう。 GT7 どんな感じなのか。喋ってる間にねもうねすでに重いもん、車全体が重って感じで、なんかね乗用車で言うと4人乗車みたいな1人乗車と4人乗車ぐらい違う感覚ね。
ぱレーシング走行ってやっぱそのぐらい違うんだな。めちゃくちゃ重いよ。90リッター満タンってことだもんな。さあタイムどうだ。あー落ちちゃうねやっぱりね。まあちょっと重い設定でセッティングは何もしてないからね、うん、でもそうなんだよ。でも GT7 ね、車重が変わるとバネレート変わっちゃうんだよね言ってること分かる人がちょっとどれだけいるかがちょっと謎だけど、どういうことなのかというと、バネレートの設定がバネレートの設定じゃないんだよね。バネ上のこういう振動数じゃん。結局バネ上のこういう振動数の設定ってことは、重量と レバー比とかを全部入れた感じの計算だから、車重が変わったら自動的に、うわー無理だねこれ。だいたいどのぐらい、2秒 1.5 秒ぐらい遅くなるね、つくばで。うん、まあもうちょっと頑張って、もうどうなんだろう。いやでも1秒以上は絶対違うね、つくばで。じゃあね、これでセッティングでどこまでいけるのかっていうねことをやっていきたいと思います。こっから難解なことを言うのかな俺こっからちょっと難解なことを言うかもしれない。これが固有振動数っていうのが、バネした固有振動数じゃなくて、これバネ上固有振動数なんだよねっていう、ちょっとごめん、そこがちょっと分かんないんだけど、だからバネ上固有振動数だとすると、要はレバー比とか加味されたものだから、だから車重とかも加味されてるから、車重が変わってもバネ上の固有振動数だから、バネレートが自動的に変化してバネ上をこの数字にするっていう設定になるので、車重が重くなったからってバネレート上げなきゃとかって言って上げなくてもいいような設定にグランツーリスモ7からなったんですよね。今までちょっとよく分かんなかったね、バネレートがね、レバー比を含むそのホイールレートっていうのなのかバネレートなのかっていうこともちょっと分かんなかったし、なんでこうなんか設定がさ、だからバネ何言ってか分かんないね。もういいか、もういいか。でね、まあまあめちゃくちゃ簡単に言うと、さっきと同じバネ上固有振動数なのよ。だからさっきと同じ固有振動数でいいはずなんだよね、本来ならば。これでバネレートは合ってるはずなんだけど、車重に対してね、 GT7 の場合はね。なのにちょっとこうグリップ感がおかしいっていうのは、今度はタイヤのグリップ横剛性に効いちゃってるから、タイヤがよじれてたことによる影響でグリップが落ちてるっていう、そういうイメージ。まああとは横 G が増えてるってところも物理的にあるんだけど、なので結果的に多分タイヤの剛性が落ちてるから、こういうこれを下げます。要はグリップの低いタイヤを履いた時と同じなんじゃないかっていう説でね、これを下げた方が足的には多分いいんじゃないかっていうね、タイヤに対してっていう。これをちょっとね一回やって大丈夫かこれこれ大丈夫、なんだこの動画、大丈夫かこれ、わかりますか皆さん、わかりますか。俺もよくわかんなくなってきた。合ってる、合ってるよね、合ってるよね、合ってると思うんだ、合ってはいると思うんだよ。はいはい、何言ってるかわかんないの、すでに何言ってるかわかんない、もう。まあだからこれでどうなのかってことなんだよ。おお、こっちのいいぞ、こっちの食うぞ、こっちの食うんですよ。そうなんですよ、そういうことなんですよ。大丈夫かこれ。すごいマイルドになった車が。おお、いいよいいよ。
あこれでタイムが上がれば、いや明らかにフィーリングが良くなった。特にこの辺ほら上がった。この理屈説明つかないな。ほら上がったんだけど、思った通り上がったんだけど、この理屈分かる方、分かる方挙手お願いしますって感じ。だから、タイヤのグリップが落ちた横剛性だからそうなんだよ。だからこれタイヤじゃあね、横の剛性があるタイヤを使おうとか、コンパウンドをどうこうしようとか、作動温度帯をどうしようとかっていう、本当にねいろんなこう大変なんすよ、車重が上がるっていうことはね。だから車重に合わせればいいんだけど、まあいっかこの話これでこの話続く。じゃあもっと車重上げてってみるっていうのを、まあ一応ねやっていこうか。まあそういう理屈なんだよね多分。でやっぱり車重が重くなると、こう全天候型にするのがちょっとなかなか難しい。いやむしろでも車重が重い方が全天候型にはしやすいんだけど、軽いよりもっていうね、このまた矛盾した話がね出てくるんだけど、そうなんだよそう、何言ってるか分かんない、何言ってるか分かんないよね。そうタイヤのグリップのそのなんていうのかな、こう作動範囲、サスペンションのまあ簡単に言うとキャパシティみたいなもので言えば、車重が重い方が車のセット出した時のキャパ、タイヤに対するキャパが広いのね。で車重が軽くなれば軽くなるほどタイヤに対するキャパが狭くなっていくから、ものすごくより細かく設定しなきゃいけないっていうことになってきて、車重が重いっていうことは比較的そこは有利には働くんだけれども、なかなか難しいところで、でも物理的に車重が重いってことは雨の日は不利っていう、サスペンションのキャパシティに対しては車重は有利に効くけど、結局のところの運動性能に対してはやっぱり絶対ネガティブな方向なわけだから、そういうところがあるのが難しさということでじゃあね、これは200キロだったらどうなるかっていうのを一回やってみようか。200キロだったら、まあ、最初からちょっと固有振動数をもうちょっと落としますね。これは多分もうちょっとグリップが低いタイヤ履いたのと同じ感じになるので、車体の固有振動数を落としてあげた方がいいと思われます。さあやっていこう。あれあれ、あれこれまた難しいよね。本当にこう乗ってる分にはさ、重い方が運転しやすいんだよねゆっくりだからゆっくりだからゆっくりだから運転めっちゃ運転しやすいわってなるんだけど、タイムが出ないっていうね。ボトムは確実にスピード落ちてるわっていうね。あー、めちゃくちゃ運転しやすい、乗りやすくなったみたいなね。だから車重が逆にどんどん軽くなっていけばいくほど、レーシングカー車の挙動って本当に難しくなってくるんだよね。ほらめっちゃゆっくりじゃん。めっちゃいい感じでタイムが遅いっていうね。いや、いかにこの1秒、コンマ5秒、0.3 秒っていうのがね大きいかっていうね、そういうことですわ。ドライビングに対してどれだけこうストレスがあるのかっていうね。コンマ3秒走るドライバーがどれだけ多くのことをやらなきゃいけなくなるかっていう、そのコンマプロとアマとの差のところのその違いっていうのが、そういうところに出てくるんだよね。だからなんか年取ってくるとなんか重い車でレースするのいいなみたいな、楽ちんだなみたいな運転楽ちんだなっていう、レーシングカーみたいななんかすごいね軽くてさーって、そういう車ちょっと嫌だなみたいな。安定して走れるんだ。 だからこれ市販車にどんどん近くなってくるってイメージでいく
くとね、市販車っていうのは比較的タイム差が 出づらいっていうね、プロでもアマでも。だからプロとアマで、プロと勝負するときはマジで重い車で勝負した方がいい。重い車のこういう本当になんかこうなんかゆっくりしたこう挙動のところで勝負すると比較的差が 出づらいけど、本当軽いもうカリッカリの車で勝負するとめちゃくちゃ差が開いていくっていうのがプロとアマ、まあ俺が実際アマチュアレーサーとして、まあ、経験したことかなっていうね。最終的に出たら面白くない？なんでやねんと。なんでやねんってなる。なんでやねんってなるよね。それ面白いじゃん。アマチュアドライバーは重い車の方が得意っていうね、そういうとこあるわ。うわー失敗した。あーさすがに出ないよね。はい、ということで、まあ、車重についてね、あカメラを出すの忘れてましたけどね。はい、ということで車重についてねやってきましたけど、いや車の車重もやっぱ奥深いよね。いや本当に、まあ、GTR35 ができた時にその重さを生かした速さみたいなねことを言われてた時期があって、でもなんかそういうのってあんのかなってね思う、そのまあ次元のところもあるけど、まあ、基本的にやっぱレーシングカーはやっぱ重いと遅くなるっていうのがまあ明らかだなっていうのはある。ただこう運転っていうことに対して言うと、あんまり軽すぎる車っていうのもやっぱ人間に対してのこうなんていうのかな、求められるこう反応速度とかっていうこともあるし、回数も多くなるしっていうところの、うん、だからドライビングプレジャーとしてって考えたら軽けりゃいいっていう、まあ、ある程度軽けりゃいいけど、レーシングカーぐらいまで行き過ぎるとなんかまたちょっと違うことになっちゃうなっていう気はしますけどね。はい、ということで車重についてねやってきましたけど、次回ねスバル BRZ 残り2000を残してね4番手かな今ポイントでね。ただ次のオートポリスではウェイトが半分になるのかな、で最終戦だとなくなるっていう話なのでどうなのかっていうね、うん、まあオートポリスなんとなく勝てんじゃねえか説はあるよね。うん、だからスバルがオートポリスで優勝、なんとなくねファンの気持ちとしてはね、ファンの気持ちとしては次戦オートポリスで優勝したら、まあ次ね分かんないぞっていうね、ウェイトなくなった GTR がめちゃくちゃ速かったりしてねなんかめちゃくちゃ速かったりしてっていうことはあるかもしれないですけど、はい、ということでまたね以降になっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。